はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、では前回の続きからやっていきたいと思います。迷いの森ですね、入ったところになりまして、立ち入る者を惑わせる暗く鬱蒼とした森、大きな石の柱はまるで侵入者を見張る番人のようだわ。なんかあるね、これを読めるのかな。人をたどれば里へ。人？人ってこれこっちの方に行けばいいのかな。敵いるね。なんだ、普通に人がいるじゃん。人っていうか人型の敵。超強そう。何これ、魔物かよ、魔人。やばくないか。魔人とはいえ魔物だからエンジェルが効くかな。あ、効くね。結構経験値持ってる。積み石とかは、あ、いけないか。うわー、弓とか全然減らねえな。エンジェルで倒していこう。ここはあとは魔物キラーだな。そうだな、下級の職についている人たちをレベル上げたいんだよな。これでどう？あれ、聖なる剣があんまり効かなくね。楽して勝てると気持ちいいね。で、これは塔をたどれば宝へ。あ、マジで宝欲しいんだけど。今なんか怒ってた？あ、わけではないか。たどればってこうさ、どっちとも言えなくない？え？これなんか門みたいな感じになってるけど、外に出れるっていうか次のマップになるのか。ああ、ミラ様、クラスチェンジはできない。一応サクッと見て、だいたいこのマナの草が起こってるからね。あんまり使ったことないけど、お供え物でもしてみる。マナの草って結構いっぱいある。干し肉あげよう干し肉なんか捧げて。全員の疲労が回復した。あなたの求めるものは北東の方角。ほうほうほう。え、いっぱいあるあれ、これ全部出るってこと？とりあえず魔物に見つかったけど、ここはしかとしよう。迷いの森はマジで迷いそうだからな。宝。お、銀の剣。んー、どうなの？勇者の剣の方が強い気がするんだけど。ここは一周回ってきてっていう感じか。いるいるいる。重そうだな。なんか叫んでるぞ。あー、いるね。これはグール的なあれかな。じゃあちょっと、お、宝箱置いてある。これは銀の槍。これ以上持ってません。出たもっといっぱいお供え物した方が良かったかな。いっか、干し肉食おう。ごちそうさま。これセリカマジ太るぞごちそうさまこんな食いまくってたら。
何にも考えないで言ってるけどさ、ん？みたいな感じになってる。広いね、迷いの森というだけあって。こっちには何もない。走るとねすぐ捕捉されるからね。あれでスルーできるのか。どっか行っちゃった。とりあえずこっちの方へ行くか。これ絶対人じゃないからね。ああなるほど、こう石のところに宝があるってことね。銀のなんとかっていうのがいっぱいあるね、ここは。じゃあこういう感じで人をたどっていけばいいのか。で、こっち出れるね。あれ？またミラのあれに出てきた。右から。これどっから出ても変わんないよね。あれ逆側になってる。まあいいや、先へ進んでいこう。迷いの森、さすがに迷うな。人だよ、人。あれ、これって最初の方じゃん。あ、そうだね、来たところだね。とりあえず人をたどっていくか。こんな感じかな。あの宝箱取った形跡があるからね。でこうやって人をたどって、あっちに人がいるね。人がいるわけじゃないけどさ。で人を、人をで、ここも人を。お、なんかそれっぽいとこに出てきた。人を。あれ、これは泉じゃないか。あー守備かー。どうするかな。14ディフェンス結構少ないんだな。やっぱね、ちょっとセーバーとセリカっていうよりはなんかセーバーなんだよな。セリカとセーバーにしとくか。あ、もう一回いける。じゃあセリカだな。セリカはね、魔法が使えるからわりかし遠距離攻撃をするんでね。あーで賢者の里と、シスター。ここは賢者の隠れ里と呼ばれています。大賢者ハルク様のお力で邪悪な者たちから守られているのです。ハルク様に会いたいのなら賢者の家へお行きなさい。賢者の家とか、家に名前がついてんのか。調べよう。こういう草は何でもない。薪。何もないかな。集会場。ちょっと待って、どっから行こうか。ここ賢者の家だから最後に回すとして、広場に行って。いっぱいいる。なんだ、旅の商人がすんげえいっぱいいんだけど。ハルク様はドーマ教団の司祭様だったの。でも力と恐怖で国を治めようとするジュダと争って教団を追われてしまった。それ以来ここに隠れ住んでいるのよ。権力争いに負けたってことだな。ドルクやガルシアは怪しい実験を繰り返し、すっかりこの辺りの土地を汚染してしまったのです。ルドルフ皇帝は
愚かな人ではないと思っていたのですが、ローマ教団の横暴をなぜ許すのでしょうか。正直ソフィア解放軍を応援したい気持ちですよ。そこそこの村だね、旅の商人。やあ、こんにちは。私は旅の商人です。あなたの持っているものを一つだけ、あなたの望む誰かに届けて差し上げましょう。スケルトンの頭ちょっともう預けちゃおう。アルムで必要だったからね。どこだスケルトンのやつ。あれ、こいつ持ってなかったっけ。あ、こっちか。スケルトン油、よし、これにしよう。ご利用ありがとうございます。いなくなったじゃあ一応残しとくか。周りには何にもないかな。特になさそうだね。じゃあ集会場に行きますか。すげえ本がいっぱいあんだ。神官様たち、ジュダと戦おうっていうのかい。やめておいた方がいい。あいつは恐ろしい男だよ。もし戦うのであれば方法は一つしかない。4、8、12、苦しい。ジュダの呪いが。どうははゴンラート様のお母様はリゲルの貴族の出でね。てかこのおばさん何にも思われるか。人が消えてるんだぞ。ソフィアの王様に無理やり嫁がされてしまったのさ。食料の便宜を図ってもらうために。ひどい話だろ。いや、そんなことよりさ、おじさんが消えたんだけどここの人たちみんな冷たいな。グリモワール何？スイートクッキー、ブドウ酒っていうか、もうそうだよね、アイテムいっぱいだもんね。バターあたりでも捨てとく。ちょっとアイテム整理しないときついな。グリモワール見てみよう。使用者の魔力を増幅させる指輪。魔力が強くなるってこと。それはそれでいいな。まあ、ちょっと、あ、鍛冶屋がある。鍛冶屋でいらないもの売っちゃおう。いらっしゃい。これ監禁だな。鋼の剣とかいらないくないか。暗黒の剣がすんげえいっぱいあるからダウンロードクエストで手に入れたか。ツバイハンターも1個あればいいっしょ。で、槍、槍もいいわ。なんか鋼の槍高く売れるところがありそうだったけど。手槍鍛えたいな。鋼の弓もこれちょっと売ろう。銀の弓があればいいでしょう。革の盾もいらないっしょ。で、これも1個あればいいでしょ。鉄の盾もいいな。盾あんま使わないからなこれで結構空いたか。干し肉が減ったな。この酒もなんか使わないからな。金にしとこう。エール、エールもあんま使わないんだよね、なんだかんだで。飲みかけのエールはいらないか。酒すげえ1個売ろう。あ、ここら辺はあれか、基礎能力が上がるのか。デビルアックス50円で売れるで、手槍をちょっと鍛えよう。手槍を、サウニオン、そうこれね、結構いいんだけど射程1に回り込まれるとな、攻撃不能になるからな。ありがとうよ、いらっしゃい。まあ、3まで攻撃できるっていうのはでかいんだけどね。聖なる剣がな、ちょっと攻撃力が弱いのか。これ金貨がかかるからね、鍛えようとすると。命中率めちゃくちゃ高いんだけど。勇者の剣もな、鍛えたいよな超強くなるな。威力9、必殺40、これ鍛えよう。金、銀貨だけでいけるからな。いいね、勇者の剣マジ強いわ。銀の剣って
どんな感じなんだっけ。あ、結構いいね。結構いいけど、やっぱ勇者の剣だろうな。必殺がマジ高すぎる。レイピアとか。やっぱ戦闘ごとに武器を変えていった方がいいんだな。まあとりあえずこんなもんでいいか。じゃあ賢者の家に行きましょう。とりあえずなんかあるからパクろう。アンブロシア、何これ、すげえのがいっぱいな。ソーマ、これもすごそうだ。記憶のかけら、本だらけだな。これ地震が来たらこいつ埋もれるんじゃないか。ハルク、賢者様、よく来たセリカ、運命の子よ。運命の子、みんな私のことをそう呼びます。でも私には自分の運命など分かりません。ハルク様、どうかお導きください。私の運命とは何なのですか。もう私どうすればいいかわからない。セリカ、辛い思いをしてきたのじゃな。だがわしにも運命がわかるわけではない。そなたを導くものは二つ、その聖魂と同じものを持つ魂の片割れじゃ。同じものを持つアルムが。そうじゃ、聖魂を持って生まれた意味、二人いる意味、それをよく考えるがいい。そなたは決して一人ではないのだからの。はい、ありがとうございます、アルク様。うん、セリカよ、わしの魔力でそなたの旅の手助けならできる。何か望みがあれば言ってみよ。私は、私のことは何も望みません。ただアルムのことだけが心配なんです。アルク様、どうかアルムに力を貸してあげてください。アルム、もう一人の運命の子か。けなげなものじゃの。よかろう。では。ハルク様、今のは。わしの力をアルムに送ったのじゃ。これでアルムは、彼が望めばいつでも今以上の力を得ることができる。本当ですか？ありがとうございます。アルムが勇者にクラスチェンジできるようになりました。マジで。そうじゃセリカ、アルムに会いたくはないか。え、それはもちろんそう思いますけど、でもアルムはきっと私なんかに会いたくないと思います。ひどいことを言って別れてしまったから。なんじゃそんなこと。それならばますます会って話をした方がよい。わしの力でアルムのもとへそなたを送ってやろう。意識だけじゃが話すことはできるはずじゃ。そんなことが本当にアルムに会えるのですか？うん、さあ目を閉じるがよい。アルム。お、今誰かから呼ばれたような。アルム、私よ、セリカよ。セリカ、なんでここに、どこにいるんだい、セリカ。アルム、本当に会えるなんて。セリカ、これは幻、本当に君かい。
もちろんよ。賢者ハルク様の魔法なの。あ、アルム、会いたかった。セリカ、僕も会えて嬉しいよ。アルム、私ね、どうしたんだい、セリカ。何かあった？旅が辛いの？ああ、どうしよう。泣かないで。アルム、怒ってないの？私、お城でアルムにひどいこと言ったわ。え？なんだそんなこと。確かに誤解されたのは悲しかったけど、僕がセリカに怒ったりしないよ。どうして？どうしてって、それはなんか昔もこんなことなかったかな。そういえばそうね。あの頃からアルムは私に優しかったのに。ごめんなさい、私いつも自分のことばっかりね。セリカ、思い出したわ。私が何のために島を出たのか。アルム、私ね、ドームのところへ行こうと思うの。なんだって？ドーマ教団へ。あいつらは何をするかわからない。危険だよセリカ。それでも行かなきゃいけないのよ。ミラ様が神殿にいらっしゃらなかったの。え、どういうことだい？ルドルフ皇帝に襲われてドーマの塔へさらわれてしまったのよ。ソフィアの大地が枯れてしまったのは多分そのせい。そんな、皇帝が？だから私はミラ様を救いに行くわ。きっとこれは私にしかできないことだから。セリカ、僕やっと気づいたんだ、君の本当の姿に。君はソフィアの王女アンテーゼなんだろ？ええ、そうよ。バレちゃったのね。僕、ずいぶん無神経なことを君に言ってしまったんだね。ごめんよセリカ。でも君のソフィアは必ず僕が取り戻してあげる。だから、アルム、ありがとう。でもダメなのよ、それだけでは。え？アルムにもそのうちわかるわ。私頑張るから。だから待ってて。セリカ、待ってくれ。セリカ、セリカ。特に何にもなしか。もう一回話すか。ローマの塔はもうすぐじゃ。心して行くがいい。この賢者様すごすぎだな。とりあえずアルムクラスチェンジさせたいな。アルムとしては何とも思わないのかな。俺なぜかクラスチェンジできるようになったみたいな。なんでだろうっていう、そういう実感とかはないのかな。あー、でこっちに行けということね。ジャミル、銃だ。でドーマの塔か。じゃあちょっとアルムだね。アルムをまた戻んないといけないのか。これ湧いてくるからな、ここに。森の方から。でこいつらそもそも10人しかいないからな。
よし、じゃあアルムをクラスチェンジさせましょう。勇者、弓も扱うことができるんだ。でもこれ2つ装備できないからね。剣と弓を両方装備できるっていうんだったらさ、まあいいけど。よし、じゃあまた外へ出ますか。アンダーテイカーアンデッドいっぱい倒した的なあれか。じゃあ次はちょっとこの雑魚を倒したところからやって、アルムを進めていきましょう、次回は。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。